陸軍軍学少佐時代の大沼明大沼明は日本の陸軍軍人、作曲家、指揮者。最終階級は陸軍軍学少佐山形県米沢市出身。1889年、小学校長を務める音楽好きな父の家に生まれるが、7歳の頃生家の大滝家を離れ親戚の大沼家の養子となる。米沢工業学校卒業後に、 音楽への思い闇がたく上京して、軍学兵を目指し1907年陸軍、富山学校に入校、同校を主席で卒業し、銀時計を授与される。1912年に陸軍、富山学校軍楽隊を中心とする選抜メンバーで、イギリス演奏旅行をする際、メンバーに選ばれず長い剣士軍楽隊長の留守居役を命じられたことに発奮し、フランス語を習得した。 また、竹井主政のマンドリンガス相談、オルケストラシンフォニカ竹井で、指揮者としての活動も行った。富山学校軍学隊在勤中の1925年に、フランスへ作曲を学ぶために留学。スコラ・カントルムで学び、バンサンダンデ理に支持する。その後、欧米各地を回り1927年に帰国。富山学校軍学隊長を経て、太平洋戦争当時は、 南方軍総司令部軍学隊長となった。1943年に陸軍軍学隊では初めて少佐に昇進。1944年10月、フィリピン防衛戦勃発のため、アメリカ軍の攻撃を避けるため、港軍総司令部はマニラからサイゴンに移動。それに南方軍軍学隊も同行したが、フィリピン沖で乗船の輸送船、白60が撃沈され、 隊員25名と共に戦死。生存者の目撃談によれば、大沼は、白六丸の沈没後ドラム缶を縛った、にわかイカダの上に乗り、海に浮かぶ隊員を集めたり激励していたという。しかし、同日は悪天候で、大しけの状態であり、全員派に飲まれて死亡したものとされている。大沼の功績としては、フランス式ラッパ個体の導入と富山学校においての、 ソルフェージュ導入による音程教育が挙げられる。また、作曲の才能は山田工作がライバル視して警戒するほど高かったと言われている。しかし、不幸にも創生したことに加えて、公共曲などの作品の多くが関東大震災及び戦災により失われ、現存する作品は更新曲などの吹奏楽曲が多い。このほかマンドリン作品は今日でも演奏される。 ありがとうございます。